おいちょっとやるぞやるぞ最初は俺と颯太2人でやるつもりだったけどなんかこの2人を呼んだって聞きましたけど <laughs> やっぱ源ちゃんがいるとね落ち着くよね颯太はそうっす、ね、いやだって僕と飛龍さんで話したら、うん、まあちょっとなんか真面目な雰囲気になるかなと思ったんですよあ、ね、まあね仲良くなるもんね だから俺は長でないとなって俺がねまあ長一番ムードメーカーだから今日もなんか張り切ってたしああ張り切ってないな一番最初に準備してじゃあどうっすか慣れましたかと東京の生活ははいかなりいい感じっすねそんな変わらないもんそうっす長どうムードメーカーだけどムードメーカーじゃないからそうですね すげえ有名なやつやってみたいみたいな NBA 選手のこといやないね <laughs> えっオってバスケ興味あるのあ、<laughs> 興味あるよ一番興味ある NBA とか見てる見てないやいやじゃあこいつのプレーすげえなみたいなちょっとぐらい見るでしょ<お>まあまあ、まあ、ハイライトとか誰参考にしたりする参考はしないねいる逆にオサみたいなプレースタイルのあマック・マクラングああ<ー> <laughs> 前も言ってたよ <laughs> そう誰か知らんけど、ね、<laughs> <う> <laughs> 今年の夏も一緒にやったけどやっぱ長だったバ、ね、ーンつってゲンはハイライトとか見るハイライト何の ?NBA とかいや見ない全くでもバスケは詳しいじゃんめっちゃそれはもう別に NBA から学ぶとかじゃなくてもうチームの徹底的に覚えるって感じそう、ね、だまあ今まで会ってきた監督がそういう監督たちだったからみんな 勝手に覚えてったって感じでんか自分が勉強しようと思ったことある改めてユーロリーグとか見たりしてないのないじゃあハイライト見れたらよきっちとかいや見ない、ね、見ないのだって全然なんかおなんか別に真似もできないしなんか別にそんなに見たいとも思わない、うん、へえそうたんはやばいじゃんめっちゃ見るじゃん見るっすね特に特にユーロリーグする なんか試合だったらユーロリーグ見るし、NBS ちょっとだれるじゃないですか、レギュラーシーズン。だから、1試合見るのはユーロリーグだけど、ハイライトは結構面白い選手見るドンチとかトレイヤングとか。トレイヤングなんだ。トレイヤングとかもう、ハイライトめっちゃおもろいじゃないですか、トリッキーで、じゃモランうとか。ユーロリーグどんぐらい見るのほぼ毎日見る。いや、大体1ラウンドに面白い試合を2試合ぐらいを見るし、大体。 1週間に1ラウンドあるからじゃあマニアックファン用になんかそういう推しのチームみたいな選手とかユーロリーグでこのチームおもろいバスケするんだみたいなえっとちょっとミーハーだけどまあ,あのパナシナイコスあねあね結構グダがいたとこねそうそう、うん 誰じゃんいチ,ー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 チーム、<laughs> チームあ、チー <laughs> 話しない子選手じゃない <laughs> 選手は選手はまあやっぱオリンピアコスにフォーニーが入ったからああねまあちょっと面白いかなフォーニーねフォーニーは分かるでしょ。フォーニーってあれフランスでしょそうそうそう<ー>それはまあまあまあすごく分かったねでもさ、なんかさ見ないとか言ってるわにさ、なんか代表戦だっけなオリンピックとかワールドカップとかはさ 見るのを代表はなんか好きなんで見,見るの私次は多分そこに自分がそ,うそれなったらわしってなるうんまあなるかなえそうやって日本代表が好きなのかなんかそのナショナルチームのが戦ってるのが好き何か有名な人たちが戦ってるのが好きあ<ー>見るの、えー、確かに俺もめっちゃ好きっすそっちの方が好きっす、うん、フィバルールが好きっす、うん、あ確かにフィ,か、ね、フィバルールの方がいいっすよ、ねはい そうだがバスケ IQ 高いってのはもう有名じゃんまあみんな高いと思うんだけどねそれのなんかエピソードが長年やってきて <laughs> いやでもなんか会話できない時とかあって,、ね、<laughs> あって結構 <laughs>、うん、なんかふと出てくるバスケ用語が「うん、待って待って待ってそれ何?」みたいな、うん、例えば最近など最近それこそ一昨日に <laughs>、うん、なんかちょっとグレネードアクションしてるみたいなグレネードアクショングレネードアクション、うん、でその何みたいな、うん、で,で、まあ、チームのの呼び方はあるその グレーダーアクションに対してのチームの呼び方はあるけど、うん、それをなんかこう全世界共通みたいな呼び方でなんか呼んできて、うん、ちょっとやってよって。いや、知らない、うん、結構だからね、あの、生きってカタカナ使いがち。<笑><笑>いやいや、<laughs> それ中国は落ちどころ違う。大学の時もあって、なんか一緒に試合見てて、うん、このなんか、リッキーがみたいなの言い出して。<laughs> リッキーリッキーあったよね。<laughs> あれあれあれ。それはどっから学ぶの そその時の時指導者。でもそれゲームを知らんん。わけじゃいやなんかそのやっぱ学生コーチ陣も結構バスケオタクだし、うん、しかもだ大い体い入る時ってそういうなんかバスケ用語、うん、なんていうターミノロジーっていうんですか、うん、というかが入るじゃないですか,、うん、だかそれをなんか聞いて僕は使いたがりじゃなくて、うん、なんかそういうその用語で話してるから、うん、それこう出ちゃうみたいな感じです。 横文字ばだからそれもだからなんだろうやるミーティングとかで言うのもそうだしそれをその試合の時に「あこういける」って言ってやろうとするというか、うん、っていうのがやっぱねそれでやっぱ勝ってきたってもあるから大学の時は大事だよね素晴らしい、うん「ブラー」とかめっちゃ使ってたブラースクリーンで。<laughs> <laughs>

結構がってないかえこんな感じやんいやどっちめっちゃキレてたよえあいつ何みたいなむかつくんだけどやり合ってたからしめちゃくちゃ変フロッピングみたいになるしそのね感じはあってでなんかまあ一緒にいる時とかもんかやっぱあれじゃない やっぱりまだやるよ、ね、みなるでも一番仲いいから安心してる今今チーム一緒になって一番好きって言ってたもん、ね、<laughs> 俺のことうん <laughs> 照れてる照れてる照れてない <laughs> っおさんおもろいからね逆線高いと思う結構こう見えてやめて <laughs> <laughs> ソータもおもろい。この二人は面白い。なんか絡んでみてすごいおもろいと思った。おとなしいキャラだと思われてるじゃないですか。まあソータは喋るけど。難しいね。なん,か <laughs> なんかさ、こういっぱい喋るの俺は苦手だから、なんだろう、ちょっとちょっかい出したりとかして、コミュニケーション取ってるっ感じ。かわいい。<laughs> 猫ちゃん <laughs> かわいい。でもなんかめんどくさがり。 な感じと人に気遣い使いたくない感じはなんか似てるなって思うんで、なんかそれめっちゃ思ったっす、ね、入ってきて。それの心の揺れ所ころが元だな二人とも。元元 <laughs> パパがうまくまとめてるなって思う。<laughs> でも似てるよ確かに。うん、なんかうん。 それはあると思うだから多分なんか響き合ってんじゃん2人で 2> 千葉の時は誰と行くかなんといやもうみ,みんなまあ<ー>そのひ二神が仲良同期だし、うん、まあ一緒にいたけどでもほんとマジみんなとみんなのみんな<ー>って感じだからみんな同じキャラだからジェッツは特に<ー> <laughs> アルバルクとまたちょっと違う違うアルバルクはどう個性が強いみたいな なんか一体感あるすい,い,、ね、いい意味で悪い意味ないけど<ー>なんか一体感ある感じがするすみんななんか違うタイプああね、うん、ツッコミ役ボケ役みたいなのがうまっっそうそうそ、ね、意外とこうなんだろうお互い気使ってる自然に気使ってる感じがあってあ、うん、あのそれ確かにそれ感じるの,、うん、の中心です えー、でも僕前現に話したんですけどなんかその意外とこう面識ある人がいてマザックさんとか先輩だしでシューツさんとかも、うん、何でか分かんないけど、まあ、あのしゃべるようになっててで長も、まあ、あったらああこうよってするけどそんな喋ることはなくてで,で翔平さんと浩平さんは知らなくてで,でも今めちゃくちゃ仲いいのが。

でもなんか変わったよ昔より変わったよなんか腰がいってなんかだいぶなんだろうなんかもうちょっとなんか尖ってたって尖ってなんか触れれなんかったからああやってみんなでないやみんな触れまくっとるやばいいじるとかあんまなかったよねなかったなかったなかったまあウェイトで一人だけ違う変なことやってるぐらいしかいじることなかった肩だけしかやんないみたいなそれしかなかった 今結構もうずっとお腹見してるみたいな感じじゃないですか一番意地悪いじられい一番意地悪いじられないしかも全員に <laughs> そうなんやあの時やっぱたけさんとジョイさんとやっぱ3人やっぱあのいたからでまだそのもうバリバリだったからやっぱなんかね自分たちの憧れみたいな存在でう。ちょっと触れれなかったへえ あのヒルさんに言ったっすけど、うん、あの僕,僕世代とか僕の周りってもうヒルさん憧れなんだからいじるとかできなくて俺言ってるよ、ね、そうもういじると思ってなくて<わ>ヒルさんだみたいなで、うん、仲良くて食事も行ったことあったからなんかでもあの。 いじる、いじれる感じにならないと思ってたけど。思ったけど思ってたけど、あの仲良くさせてもらって。ありがとうございます。ありがとうございます。仲良く。最初は本当に憧れだから、みたいな。マジなんでみんなそんな H のこといじってるのありえないんだけどとか言って H とは呼べない。いやいや。メジとかも言ってたのに、前ね。3、4年前ぐらいから。もっと前か。うん。高三、さ僕が最近コウさん時だから。 ちょっとわかんないっす。その、ここに来るまでに、アルバル君で出会うまでに、H? その、ヒルさんが、その、この、どれだけの、この、してきたかっていう。知らないよな。おい。おい。はじめ。興味なかったわ。オブラウンズすな知らなかったらいいんいいっすね。いいっすね。 気持ちよくない。秀 <laughs> <laughs> さん大学の時すごかったよ、ね。し、そのもジュニア n b のさ。<い><う>どこんだけ前や。<laughs> あの月馬さの写真の時から <laughs> で延べ岡じゃん。うん、で大学すごかったじゃん。<laughs> サムシティ出てる人だけ、ね。<laughs> でも最近オサもさ、すごい。メディア <laughs> いいから。メディアの露出がすごくて。<laughs> ポッドキャストとかね、それはいい、<laughs> すごいなと思うし。それ聞いたよ、俺、おさどうなんっつったら、いや、もう今年からもブイブイこうかなみたい,な <laughs> いっぱい発信していこうかなと思ってるけど、どう <laughs> いい感じ。え、今 <laughs>、いい感じ、<laughs> いい感じだね。さあ、試合なとかもさ、ストーリーにさ、うん、自分の写真あげるじゃん。もうん、あれもない、ね。確かに。自今までなかった。戦略。戦略じゃない。でも、やろうやらんかったよ。そんなこと。大事だよ、ね いやま、昔はやってたじゃん,なんかストーリーにタグ付けされたやつをあげるみたいなあ,<ー>いあれちょっと多すぎるからまあちょっと厳選してあ,あ,大事、ね、あげて準備してる家であの感謝の気持ちを、ね、発信するのは大事だねうん大事どんなよポッドキャストやりたいとかないの、うん、俺がうんいや俺はない <laughs> そうだろかそういうのできそう好きそうやんいやでも僕本当あんま見せたくないんですよね確かにねだからなんか けどだから話したいけどだ、うん、からグイグイ出るのはちょっとそうっすイ、ね、H がやろう、ね、YouTube <laughs> 俺もマジ NBA のポッドキャストがめっちゃ好きでポール・ジョージのやつめっちゃおすすめなんでみんなで見てくださいそれ車とかでいつもめっちゃ聞くんよ<ー>ねこの番組もそんな感じになっていったらね嬉しい、ね、で H が始めたらいいじゃんい<や>ポッドキャストオートミールパンケーキでバスケしてみたとかやればいいじゃん <laughs> <laughs> いずれはねでもやりたいっていうビリがめっちゃ多い、周りも。<うん S 1> ポッドキャスト。そうそうまあ、十何試合終わって、どうですかちょっとした手応えとか。手応え去年この時期どんぐらい柔軟試合終わってないか。試 <laughs> 合 <laughs>、9試合。9試合。去年2敗って ?2 二敗してた、うん、今はどんな感じですか 俺に聞いてるどう感じますす <laughs> どう感じままか<態>ああの勝率的には結構いい感じに来てるんですけどやっぱあの試合の流れの中でこうどっかでこう気が緩んで、うん、点差がある時にやっぱお疲れてしまうっていう展開が結構多いからそこの部分をしっ もっとあの突,きつけ突き詰めていけばあのその強い相手に対しても勝ちきれる力っていうのはついてくると思うから、うん、そこをしっかりやっていけたらもっといいあのチームになっていくかなってゲームは長い間アルバルク見てきてどう今年のチームはどう思いますか <laughs>、まあ、王様言ったけど勝ってるけどとはみんながみんなうまくいってると思ってなくて。<laughs> うん まあ、去年はちょっとその前半に連勝が固まってそのあそので意外とその12月とか1月か2月に、まあ、自分たちのこの課題をやっとそこで掴むというか負け始めてから、まあ、今勝ってるなりにもそれぞれなんか違和感を感じてるからそれを修正しつつまあ結果的に右に上がっていったらいいのかなと思っていますね。はい、うん、さすが そう、どうですか。はい、僕も。あの。なんかみんな満足、勝ってるけど満足してない感じが、まあ。うん、大事かなと。思ってるけど。なんか今は。この感じで、みんななんか喜ぶ試合行くのかなみたいな。ああ、ね。<laughs> るぐらい。厳しすぎて。<laughs> そう。確かに <laughs> あるけど。それも。も、ま、う、あ、ね、確か。嬉しいよ。毎回勝つのは嬉しいけど。<laughs> うん、なんか。 あれだよね、そのまあデニアス3年目ってのもあるし、うん、その求めて何をしたらいいのかってのも分かってるからこそ逆にそれがマイナスになっちゃってるっていうのもあるんかな、うん、だからだ外,外から来てるから、うん、なんかまだそれは浅いくすむから多分、うん、らもっとなんかポジティブに見てほしいよね <laughs> いやなんかすげえデニアスは特にだけど去年のあの琉球に負けたのをが、うん を中心にというかそれに向けて毎試合こなあのやってる感じが伝わるからなんかすげえやっぱそれぐらいのチームなんだなと思うきやその1試合が何ていうの勝ち負けじゃなくてその最後勝つためにどれぐらいステップアップしてどういうゲームをしなきゃいけないかみたいなのがすごい伝わるからそれはなんかやっぱヘッドコーチがそうやってあのそういう何ていうの マインドセットしているのはすごいなんか僕にとってもなんかあのポジティブなことかなと思ってるですど<う>深いね今まど<う>いやもう本当にそう思う <laughs> <laughs> 本当に <laughs>、うん、そのバランスってのは大事だなと思うし、そこをみんなで気づいていって共有していけばもっともっといい積み重ねができていくんじゃないかな